すでにしっぱなしだろう。笑い合うこと何がない会話、毎日の暮らしの中でどうだっていいこと、何も考えずに浮かんでくる言葉、ふとした瞬間が大切だって。君におはようって言って、メッセージを残して、僕の一日始まりで駆け抜け、まるで何もなかったみたいに電話してくる君の声が好きなんだ。邪魔して当たり前なことが不透明になって、僕よりも僕のことうまく愛せるのは君しかいないんだって分かって、悔しかったんだけど、先入観って自分にもあるね。どうせダメさなんて自爆もせずに振り出しに立ったと思われくれても、初めの一歩で救われてみ